マリサのおかげで選挙について興味が出てきたぜ。それはいいことだわ。みんな興味がないから。固定票しか取れない党と不動票と固定票。ほとんど不動票のみを取る党があるのね。そうね。雨が降っても槍が降っても投票に行く公明党、共産党、大阪の根強い支持をもとにそれ以外の地域では不動票狙いの維新、連合の支持基盤にそれ以外は不動票狙いの立憲民主党、商工会議所や青年会議所などの幅広い支持に一般国民の支持を持った自民党。次の参院選だけどどのような情勢になると思うの？あと7ヶ月しかないわけだし、新しい勢力は望めないだろう。NHK から国民を守る党くらいね。前の動画で NHK から国民を守る党が2議席以上取るって言ってたけど、憲法改正も焦点にはなりそうにないし、その他大きな焦点もない。野党が消費税増税反対で騒げばまだわからないが、そんな気もないようだしな。焦点もないまま、自民一強で行われる選挙、投票率も下がるだろう。維新も橋本氏の日本維新の会否定発言で大阪以外の議席を減らすだろうし、立憲民主党の支持率もいまいちだ。ということは、NHK から国民を守る党にはチャンスなのかしら。自民党が衆参同時選挙で憲法改正の是非を問うとかやらなければチャンスだな。焦点がなければないほど、奇抜な新党が注目されるってわけね。久保田学部市議が覆面で立ち話と一緒に出たり、品川市議に立候補予定のネルさんが私の母は紅白出場5回の歌手ですが、NHK をぶっ壊すと言ったり、そういう奇抜な演出や、立花さんが最近の動画で名前を挙げていると知事選で4位の有志や、元ベンチャー社長で衆議院選に挑戦した H 氏がリベンジするとか話題が出れば、5、6議席可能だと思うけど、なかなか難しいわね。当たり前だけど候補者の質に依存するってことね。現状では2議席と言っておく。有志が出れば3議席。これは無理だと思うが H 氏を出せれば5議席だろう。どんな候補者を出せるか楽しみね。さて次はこれまでの NHK から国民を守る党の選挙の振り返りと、NHK から国民を守る党の参院選の議席獲得の可能性についての話を、ノートと連動して話したいと思う。20分近くの対策になると思う。20分で対策って、無性な性格だから仕方がないだろ。N 国党の宣伝チャンネルみたいになっているけど、別に中の人でもお金をもらったりしてないからな。本当はリベラルとは何かとかそういう本来の政治系の動画を作っているんだが、公開するまでに至っていない。ということで、またな。